8月2日とうとう2023年秋冬コレクションイネスがね昨日発表されましたね公式サイトから今日はこちらをご一緒に見ていきたいと思いますよろしかったらお付き合いくださいタイムレスに愛されるフォークロアな着こなしフランスのエフォートレスなスタイルを世界にもうイネスとのコラボ長いですよね 自分自身の個性を愛して多くの女性が自分らしさを見つけ自信を持ち続けることができるようにイネスのメッセージが込められた今回も素敵なコレクションですまだまだね夏は真っ盛り暑いですが2023年8月18日の金曜日より全国オンラインストアとユニクロ店舗で発売開始です商品ラインナップですね コットンシアーチェックシャツ。こちらから順番に見ていきたいかなと思います。コットンシアーチェックシャツの長袖、透け感があり、肌馴染みがいいコットン100%。インでもアウトでも決まるラウンドヘムになっています。ちょっと透け感がある薄い素材のような感じがしますね。コットンなんですね。はい。色はこの2色。 優しい、こちらのお色はね、優しいチェック柄。そしてまあデザインはシンプル。お袖のところに3つタックが入ってますね。バックラインが長めにできています。後ろもスッキリしてますね。ちょっとこのチェックのね、上の部分と下の部分が合っていないのが気になっちゃったりするんですが、もうね、お値段では仕方がないかなと思います。32番のベージュ。 38番のダークブラウン。お値段は2990円です。コットン100%、ね。まだまだ8月18日から販売で、秋口からオールシーズン着られるようなアイテムかなと思います。ポインテールクルーネックカーデガンの長袖です。立体感のある編み地がデザインアクセントに、程よい丈感なので、いろいろなボトムに合わせられる。 カラーが三色展開。こちら01のオフホワイト。08のダークグレー。グレーが今季のトレンドカラーでもありますね。そして69番のネイビーです。丈感が短くって可愛らしいですね。なんかちょっと懐かしい感じのカーディガンだなっていう感じもします。 ボタンを全部止めると結構上までね首周りが詰まってます。お袖まで全部編み地模様が繋がってますね。このねなんか編み地が懐かしいかなっていう感じがします。立体感がね、あのあるので変化がつきやすいかなと思います。 レイヤードスタイルが主流になってくるので、いろいろなものとの組み合わせができるカーディガンかなと思いました。デニムパテットシャツジャケットです。裾の後ろ側だけを長めにしたカジュアルなデザイン。中綿入りなので柔らかくて暖かい。カラーは69番ネイビーのみですね。これもなんか丸いデザインですね。デニムジャケット。このイネスの 裏地がいいんですよね。かわいらしいチェック柄の裏地になっています。中綿が入っているので暖かいということです。お袖もすっきりしていますね。ポケット付き。ちょっとね、後ろの部分が長くなっていて、この裏地が、裏地のチェックが見えるところもかわいいかなと思いました。この裏地ですね。お袖まくりなんかをしても、この裏地が見えたりするんでしょうか 身頃だけについているのか、お袖までついているのか、ちょっとわからないのですが、こう、レイヤードスタイルの時なんかはね、前ボタンを開けてきたりしたら、このチェック柄が見えるのも可愛いかなと思います。えー、9990円です。コーデュロイ、テーパードアンクルパンツです。本体は柔らかくて軽やかなコットン100%のコーデュロイ。ゆとりがありながらも、裾はテーパードですっきり履ける、三色展開です。 01のオフホワイト。冬のオフホワイト。ねいつもお話ししていますが、好きですね。で、コーデュロイっていう素材も好きなんですね。柔らかいイメージもあります。これほコーデュロイですね。結構細めなので、カジュアルっていうよりもおしゃれめに履けるかなと思います。ボタン付きでジッパー付きになっています。ベルトループも付いているので、さらにね、 今季はね、ベルトっていうのもまたトレンドなので、ベルトで変化をつけるのもいいですね。テーパードなので、裾がすぼまっているデザインです。34番のブラウン。ちょっとね、赤めのブラウンですね。69番のネイビー。01のオフホワイトの3色展開で4990円です。3D ワイドリブクルーネックワンピースです。 着心地の良い伸縮性なる糸を使用。袖のワイドリブがデザインアクセントになっています。袖が長いんですね。こう、託し上げて、まあ、レイヤードスタイルにクシュクシュっとして着るのかわいいですね。これは3色展開で55番のグリーン。19番のワイン。 0級のブラックの三色展開、6990円です。ロング丈っていう、この丈感もいいですね。ロング丈のワンピース。3D ニットなので切り替えがなくって、すごく細いゲージを使っているので、柔らかい印象があります。そして、おしゃれ感もありますね。エレガント系で着られるワンピースだと思います。このお袖ですね。 この袖を託し上げて着る。ね。ブラウジングさせて着るのは根気風ですね。リブ編みになっていますが、3D ニットなので切り替えがなくて、肌触りが良いかなと思います。6990円。これはちょっと見てみたいなと思いました。特にこの19番のワインとか、グリーンですね。 この辺を見てみたいな、まあ、試着してみたいなと思います。ジャケット類もたくさん出ています。イネスのジャケットね、春夏は出たばっかりの時にピンクのジャケットを買ってすごく愛用しています。こちらは秋冬でツイードカバーオールです。クラシカルな一着をカジュアルにアレンジ。リティールにこだわりが詰まった本格的なもの。 デザインはシンプルですね。0級のネイビー。ポケットが3ポケットついています。胸ポケットのところも丸くって可愛いデザインになってますね。これもまた襟が少し上までボタンがあって狭い感じになっています。こちらのポケット可愛いですね。丸いポケットです。お袖のところのボタンがコンセッパといって開閉式になっているので、 開けて着ることができます。下のポケットも丸いイメージですね。全体的にちょっとクラシカルですが、丸い感じで可愛いかなと思います。9990円、1万円を切ってきました。スイードカバーオールのストライプ柄ですね。こちらも先ほどのカバーオールと同じですが、ストライプになっていて、カラー37番のブラウン。 クラシカルなイメージです。デザインは同じようなデザインですね。またこのブラウンっていうカラーがもっとクラシカルなイメージに持っていきますね。ストライプ柄になっています。デザインは同じような感じで、やはりお袖は本切羽になっています。うーん なんかこうクラシカルな感じですごくいいですね。エレガントにもマニッシュにも組み合わせることができるかなと思います。こちらは08のダークグレー。今季トレンドカラーですね。ちょっとブルーがかかっているので、そのブラウンよりはちょっとイメージがスッキリしたね、感じになるかなと思います。これツイードタックワイドパンツとセットアップになるんですね。 9,990円でパンツが6,990円なので、17,000円ぐらいのセットアップです。コーディロイのダブルジャケットです。ダブル仕立てですね、フロントが。こちら34番のブラウンと69番のネイビー。これ先ほどのコーディロイパンツとね、セットアップになりますね。7,990円。シングルよりダブルの方が、 フロント部分が隠れるので、ちょっとね、なんかフロントお腹周りが気になるなーなんていう方はダブルもいいかなと思います。やはり裏地が可愛らしいチェック柄になっています。襟の部分もこのラペルの大きさが大きいので小顔効果もありますね。お袖は本切羽です。もちろんポケットもついています。裏地は 半裏仕立てになってますね。半分だけの仕立てになっています。コーディロイのテーパードアンクルパンツとお揃いになっていますが、ジャケット白はないので、こちらのネイビーとブラウンのみセットアップ可能ということですね。カシミヤクルーネックセーターです。カシミヤ100%の上質な柔らかさと温かさ。バイカラーがデザインのアクセントに。 イネスといえばこのバイカラーね、最近ずっと出ていますが、これは12番のピンクというお色で、バイカラーの部分がネイビーになっていますね。綺麗なピンクです。こちら08のダークグレーは、ブラウン、カーキーですね。襟元の部分,部分がカーキー色になっています。これもおしゃれですね。09のネイビーは、 襟元の部分がブラウンになっています。このね、配色もそれぞれに素敵ですね。なんといってもカシミヤです。ねきっと肌触りがいいかなと思います。それでもお値段はね、1900円というお値段に抑えられています。カシミヤニットでバイカラー。ねーすごく素敵かなと思います。こちらも。お袖の部分にもしっかりと カラーーがツートーンになってます、ね、もう定番ではありますがこちらカシミヤのボーダークルーネックセーターです。もうね、ボーダーのクルーネックセーターは春夏も秋冬も出していますがカシミヤ100%の上質な柔らかさと温かさ着こなししやすい定番のボーダーこちらも1900円お色は01のオフホワイトと 68番のブルー。このブルーもね、なんか発色が綺麗ですね。ネイビーとはまた違った感じで、白とブルーのコントラストがしっかりしていて、可愛いかなと思いました。しかも、なんといってもカシミヤです。カシミヤで1万900円のお値打ちな、ね、お値段のものですが、このね、白はね、ちょっとカシミヤ汚れるかななんて思いますが、 お値段1万円ぐらいだったら私たちの年代にはいいかなと思います。ブルーネックパフスリーブセーターの長袖。ボリュームのあるパフスリーブがエレガント。着丈は短めでバランスがよく着こなせる。3990円。ほんとこのね、お袖の部分見てください。今回ね、袖にこ,こだわってるんでしょうかね。ロングスリーブだったり、パフスリーブだったり。 長袖ですが、袖に変化がありますね。こちらカラー。15番のレッド。綺麗なレッドですね。イネスのレッド綺麗なんですよね。01のオフホワイト。09のブラックです。ああ、そうですね。せっかくだったらこのオフホワイトとか、レッド着てみたいですね。 お袖周りがね、パフスリーブなので、ほんとエレガントな印象。そして、お首周りは結構、あの、すっきりとすぼまってますね。袖付けのところにもタックが入っています。こちらですね。お袖の下の部分がパフになっていて、で、ちゃんとあの、リブでね、しっかり、手首のところはリブ編みになっています。裾部分もリブ編みになっています。 着丈がちょっと短いっていうことなので、これも現物を見て用試着っていうところでしょうか。3D ワイドリブクルーネックセーターの長袖です。伸縮性のある糸で美しい 3D シルエットを表現。1枚で着ても綺麗に決まる。これ4色展開ですね。3990円。先ほどのワンピースのセーターバージョンです。ロングリブ。 ね、お袖の部分をやっぱり託し上げて、レイアードスタイルで着こなしたいですね。こちら55番のグリーン、30番のナチュラル、23番のオレンジ、綺麗なオレンジです。09のブラックです。これブラックもかっこいいかなと思います。お袖が長くって、まあ細ゲージなのでスッキリとしているでしょう。こんなに長いですね。 3D なので当たりがないです。この 3D ニットは一着丸ごと編み上げる画期的な製法で生まれたニットということですね。無駄を省いています。ポインテールベスト。前身頃はデザイン編みで後ろ身頃が無地。ボタン付きなので着脱しやすい三色展開です。こちら08のダークグレー。01のオフホワイト。 ゼロ級のネイビーの三色展開、2990円。ボタンがついてるんですね。やっぱり今季はレイアードスタイルなので、このボタンを閉めてもいいし、外してジャケットの下にね、チラッと見せてもいいし、もちろん閉めてスッキリ見せてもいい。ジャケットを脱いだらベストっていうのもね、シャツにベストとか、タートルにベストとか、そんな組み合わせもありです。あとはワンピースに合わせたり、 いろんな着こなしができるかなと思います。これもね、懐かしい編み地のニット。ただし、後ろ身頃は何もなくスッキリしている。2990円の3色展開でした。ジャガードクルーネックカーデガンです。様々な模様がバランスよく施されたフォークロアー調デザイン。ゆったりとして羽織りやすいボックスシルエット。これね、去年も出ましたよね。 イネスだったか、インラインの商品だったか、同じようなね、カーディガンが出ていましたが、ね、また今期も、ホークロアチョ。もうホークロアチョもね、流行ってますからね。01のオフホワイト。優しい感じですね。09のブラック。これはやっぱりスッキリしてますね。そして13番のレッドは可愛らしい感じです。特徴がありますからね。まあ、 すっきりしたパンツに合わせてもいいし、フレアスカートなんかに合わせても可愛いかなと思います。ボタンを着脱ね、開けて着るのもよし、閉めて着るのもよし。よーく見るとね、これなんか可愛らしいハートマークにも見えますね。こちらが3990円です。フォークロアはね、お好きな方にはいいかなと思います。そしてシャツに行きましょう。コットンシアーシャツのね、先ほどは 無地とチェックを見ました。こちらのチェックもありますね。コットンシアーチェックシャツの長袖。透け感があり、肌馴染みも良いコットン100%。裾はインでもアウトでも決まるラウンドヘム。こちらね、先ほどもご紹介したシャツの0級のブラックです、まあ。ブラックなんですが、チェックになっていて、白いチェックなのでコントラストがしっかりしていて、 カジュアルにも少しドレッシーな感じにも合わせられるかなと思います。綺麗めに着られるシャツですね。ちょっと素材の薄さが気になりますね。実物見てみたいと思います。2990円です。デニムシャツの長袖。手仕事を感じさせるエリステッチポイント。羽織りとしても使いやすいオーバーサイズシルエットになっています。69番ネイビーです。 デニムシャツももう永遠のアイテムですね。イネスなのでデニムシャツでも優しい感じがします。このステッチですね。襟元のステッチが可愛らしく凝った感じがします。そして、やはり裏地がチェックになっていますね。ポケット付き。このね、袖元のチェック。これもね、折り返したら可愛い感じに見えますね。 少しバックラインが長くなっています。コットンシルクチュニックです。長袖。美しい光沢と張り感が楽しめる。丸みのある裾ラインがデザインポイント。丈感が長めなんですね。6,990円。69番のネイビー。大きめなので、下がスリムなものでもいいし、ワンピースの上にさらっと羽織って、ボタンを開けて着るのもおすすめです。レアードスタイルがね、 トレンドになるので、いろんなレイヤードスタイルで楽しめるかなと思います。セーターとか、ベストとかを上に羽織って、長めに裾を出すっていうのもありですね。6,990円。スッキリしたデザインで、フロント部分が全部開く。そして、イネスの特徴なんですが、ボタンもね、同じ素材でできています。これがね、ちょっと高級感がありますね。袖元にも同じボタンがついて、タック入りです。 裾部分はやはりバックラインが長くなっている、ね。背中の部分は両サイドにタック入りですね。だからゆったり着られるアイテムだと思います。コットンシルクチュニックの長袖です。美しい光沢と張り感が楽しめる丸みのある裾ラインがデザインポイント。67番のブルーですね。襟元がフレリック白い襟になってますね。そしてやはりボタンが 同じ生地のボタンで作ってあります。白襟の部分には白いボタンがきちんとついてますね。このね、首周りに白があるっていうのも大事なポイントかなと思います。コットンシルクチュニックのプリントものですね。63番のブルーと書いてありますが、プリント入りです。これもやはり美しい光沢感と張り感が楽しめる。よく見ると、お花柄ですね。可愛らしいお花柄。 やはりボタンも共布です。デザインは同じですね。プリント違い。素材は同じですね。プリントがついているデザインになっています。より優しいイメージに見えますね。やはりお花柄だと。より優しいイメージに見えるかなと思いました。イネスといえば、このピンタックです。デニムピンタックブラウスの長袖。印象的なフォークローアーチョーデザイン。 柔らかなデニムなので心地よく着られる。このピンタックってすごく手がかかるんですよね。それに対しての3990円、いつも。すごいユニクロさんありがとうって思います。綺麗なピンタックですよね。そして、デニムなんですが、デニムってちょっとこうごわってした感じがあるんですが、柔らかいっていうふうに書いてあります。 お袖部分もしっかりタックが入っていてギャザーが入ってますね。そして背中にもギャザーが入っています。ふんわりとした優しいイメージに見える。まあ、デニムシャツって言うとね、カジュアルな印象があるんですが、優しい印象に見えるデニムシャツですね。3990円です。ピンタックブラウスの長袖。こちらはカラー00の ホワイトです。綺麗ですね。デザインは先ほどのデニムシャツと同じです。ね、お色がホワイトです。ホワイトといってもね、ちょっとこうオフホワイト、ね、真っ白ではないような感じがします。ピンタックブラウス長袖62番のブルーです。軽いストライプが入っていますね。 ブルーというのはガが少しね、ブルーがかってますね。それにグリーンのストライプが入っています。ストライプ柄なので縦に目線を誘導しますね。デザインは同じデザインになっています。ストライプ柄。すっきり見えますね。ピンタックブラウスの31番ベージュ。チェック柄ですね。さらに優しいイメージに見えるかなと思います。 チェックなのでね、可愛らしい感じ。フォークロワー調。デザインは同じ。値段も同じです。ブラウスにもボリュームスリーブブラウスへ。お袖にボリュームがあるんでしょうか。ヴィンテージ調の美しいデザイン。素材はコットン100%ツイルで柔らかな肌触り。全体的にボリュームがあるんですね。タックが入っていて、胸元の下の部分に タックがたくさん入っていてボリュームがあるタイプ。お袖もまあもちろんボリュームがありますね。カラーが00のホワイト。69番のネイビーの二色展開。まあ、胸のところにたくさんタックが入っているので、お胸周りがない方にはこのタックはありがたいですね。カバーしてくれますね。 3990円です。ボリュームスリーブブラウスのカラーが34番のブラウン。赤みがかったブラウンです。09のブラック。これね、黒と白のチェックですね。お袖にも胸元にもボリュームがあるブラウスです。ブラウンのチェック柄になっているのかなと思います。ボリュームスリーブブラウスの長袖の67番のブルーはお花柄です。 さらに優しい感じですね。お花柄。細かいお花柄ですね。で、色は白とブルーとブラウン。ブラックも入ってますね。お花柄だけど、色がね、結構ダークな感じで、ブルーが綺麗に浮き出ているようなイメージです。白とブルーがね。お花柄ですが、ちょっと大人っぽいですね。 こちらもお値段3,990円です。さあ、ボトムに参りましょう。ツイードタックワイドパンツ、セットアップ可能です。クラシカルな雰囲気を持つツイード仕様。タック入りのワイドシルエットでカジュアルに着こなせる。色が3色展開。08のダークグレー。これね、先ほどツイードのジャケット見ました。クラシックな。37番のブラウン。69番のネイビーです。 タック入りでゆったりしたワイド系のパンツ。上がね、割とコンパクトのジャケットだったので、下に合わせるパンツがワイド系っていうのはバランスがいいですね。で、やっぱりきちんとしています。ベルトループもついていますし、ボタンとジッパーでの開閉。そしてフロントにはセンターにちゃんとね、ラインが入っています。こちらのネイビーのミー、ムジという色になります。 綺麗なパンツかなと思います。6,990円です。デニムタックワイドパンツです。カジュアルすぎないタック入りのワイドシルエット。本体は柔らかなコットン100%デニムで快適な履き心地。69番のネイビーと0 9のブラックの二色展開です。ブラックデニムのワイドパンツ。ああ、これもね、なんかいいですね。かわいいですね。 お値段も4,990円です。まあ、ブラックにするかね、普通のデニムのネイビーにするか、これはお好きな方を選んでいただければいいかなと思いますが、ああ、やはりね、この裏部分にチェックがきちんと入ってますね。ボタンとジッパーの開閉式。どのくらいのね、ワイド感があるのかなって、このパンツも、ちょっと気になりますね。 試着してみたいと思いました。こちらのコーデュロイテーパードアンクルパンツは先ほどご紹介しました。ベルベット、ロングスカート、光沢があって存在感のあるベルベット素材。いろいろな着こなしに合わせられるフィットフレアシルエット。ベルベットっていう素材も好きなんですよね。高級感があります。昔はね、すごい高い素材だったんですが、こんな値段で出てますね。5,990円。 08のダークブラウンというお色がこちらです。09のブラック。55番のグリーンです。このグリーンもね、ちょっと青みがかっていて、光沢があって綺麗ですね。あとは丈感でしょうか。どのくらいのね、丈感なのかなっていうのは、まあ試着してみないと、丈感だけで測ってもね、ウエスト部分とヒップボーンで履くのとまた変わってきますからね。 バック、後ろでね、ファスナー式になっています。裏地がついてますね。こちらのベルベットスカートもちょっと見てみたいなと思いました。デニムギャザースカートです。多めのギャザーで綺麗なシルエットを表現。本体はコットン100%で柔らかく、軽やかに着られる。2色展開。カラーこちら0 9のブラック。69番のネイビーです。 これもなんか前回も出ていたような気がするんですけどね。デニム素材のブラック。さっきのね、デニムの黒のワイドパンツと同じ素材感なのかなと思います。ジッパーボタンですね。ギャザーがいっぱい入っています。4990円です。そして次はワンピースです。先ほど 3D ワイドリブクルーネックワンピースはご紹介しました。 デニムワンピースの長袖です。着心地の良い柔らかなヴィンテージ風デニム。クラシカルな印象のデザイン。69番のネイビー。ねこのデニムのワンピースっていうのもちょっとイネスの定番かななんていう気がします。丈感もね、ロング丈かなと思いました。5,990円。フロントポケットのボタンの開閉式。 ポケットが2つ両サイドについてますね。お袖もボタンがついています。そしてウエストゴムですね。ゴムになっていてポケット付き5990円です。コットンツイルワンピースの長袖。ゆったりとした袖でエレガントに見せるくるみボタンなどディティールにもこだわりが満載。69番のネイビー5990円です。 これもね、超ロング丈ですね。このロング丈がいいですね。そしてタックがたくさん入っているので、ゆったりとしたシルエットになっている。しかも、深めのネイビーなので、すっきりと着痩せ効果もありますね。お袖はたっぷりとしたギャザーが寄っています。ウエストもね、ゴム仕立てでキュッとこう絞られている感じですね。 タックがたくさん入っているのでフレア感もあります。コットンツイルワンピースの長袖、赤目が強いブラウンですね。こちらも同じデザイン。やはりブラウンの方が女性らしいイメージに見えるかなと思います。よく見るとね、ブラウンとネイビーのチェック柄になっています。少し光沢感もありますね。 デザインは同じようなデザインです。5,990円。背中の部分にもタックがたっぷりと入っています。コットンツイルワンピースの67番のブルーはお花柄です。先ほどもブラウスでありましたが、このお花柄は配色が大人っぽいので、花柄でも大人っぽいイメージに見えますね。白とブルーとブラウン、赤めのブラウンと ブラックっていう配色になっているので、大人っぽいイメージに見えるかなと思います。お花柄のワンピースってね、本当に好きな方はお好きですからね。お値段は5,990円です。あとは小物類ですね。ウールのベレー帽2,990円。カシミヤストール5,990円。カシミヤのストールも無地のものとチェック柄があります。 そして、ナローベルト、2990円。レザースタッツベルト、2990円。リバーシブルベルト、2990円。この小物類でちょっと気になったのが、リバーシブルベルト。バックルが取り外せるリバーシブル仕様。しなやかなレザーで心地よくフィット。34番のブラウンと0 9のブラックです。 バックルが、おー、両面に使えてリバーシブルで使えるっていうことですね。なかなか面白い 2way で使えるベルトですね。こちらが2990円です。バックルもね、スクエアタイプになっていて、結構この太さのベルトっていろんなタイプのものに使えますね。これも、 ちょっと要必見っていうベルトかなと思いました。あとはルックブックですね。ルックブックにいろいろな着こなしが出ているので、これもユニクロさんのサイトからチェックしていただいて、こんな着こなしの仕方っていうのをね、見ていただければいいかなと思います。たくさんの今日は商品をご一緒に見ていただきました。 キルを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しています。最後まで見ていただいてありがとうございました。ユニクロイネス、8月18日販売開始というところです。それではまた次の動画でお会いしましょう。